吉本祇園花月プレゼンツ祇園ラジオ。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は京都出身リポポこと小谷里穂がメイン MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とリーちゃんとケイチの3人が交代でメイン MC を担当するんですが、毎回 NMB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこの2人です。はい、かなきちこと門脇かの子です。高野ゆいです。今日はかなきちとゆいぽんとりぽぽでいきます。はーい、はーい。じゃあ今回のテーマはこう見えても私〇〇なんですというテーマですが、はい、うん、ある、何、どう、こう見えて実は何、かなきち、なんかあの食いしん坊キャラって言ってたやんか、うん、めっちゃ好き嫌い多い。それな、知ってんねんしかもあんま食べへんやろかな子、うん、かな子さ、かな子な、白ご飯とかおかず系は好きやけど、うん、なんか丼とかはあんまり食べへん。がっつり系は丼、どんカツ丼とか、うん、カツ丼も食べへん。ご飯っていうよりおかず、ご飯にはなんかあのかな吉ボックスみたいななかったっけ昔。あ、もうあれどっか行ったお前昔かな吉ボックスって言ってみんなにお菓子入れてもらう箱あったやん、ね、でもあれさ、いつの間にかさお箸入れになってたでもどっか行っちゃってん。そうなんや。そう、特に野菜が嫌いかな子。でも今はもうガチの釣り師っていう、うん、そう、ガチの釣り師で頑張るから、キャラやもんな、うん、キャラキャラというか釣り、キャラも、まあ、定着してきたからな、うん、ちょっと魚専門的に食べ物でも攻めていこうかなと。さばけるもんな、うん、またさばいて。じゃあゆいぽんは。私は実は、うんうん、クールじゃないんです。あ、クールな、んかクールキャラに見えがちな、うん、なんかお姉さん、お姉さんっぽいから。違うの、なんか言われる。違うね、違うね、全然違うね。どんな、本当は。本当はめっちゃ精神年齢低い。そう、嘘。なんさ、喧嘩とかする？喧嘩なんか言い返しちゃったりする。低レベルってこと、うんうん、なるほど。低レベルするよ。そうなんや。するよ。でもなんかいつも血まれなとかも落ち着いてるやんか、うん、20歳、うん、だからなんかそんな雰囲気、落ち着いてる雰囲気がする。そういう見えがちやけど、うん、多分声低いからとか。じゃあこれからどんどん陰陽していこう、うん、ゆいぽん。そうなの。いいの、そんな感じで。じゃあ喧嘩し、はい、こんな感じでみんなの意外な一面を知れたところでNMB48 の放課後ニュース、私たちへのメッセージの宛先はこちら、 nmb@kbs.ne.jp です。それではここで NMB48 からのお知らせです。かな子お願いします。はい、 NMB48 劇場公演3周年を記念した公演曲 CD が来年2014年1月1日に発売されます。詳しくは NMB48 オフィシャルホームページをご覧ください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私リポポこと小谷里穂と、かなきちこと門脇かの子と、ゆいぽんこと高野ゆいがお送りしました。バイバーイ。それではゆいぽん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。 NMB48 でカモネギックス。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は滋賀県出身、ケイッチこと上西ケイがメイン MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とリポポ、リーちゃんの3人が交代でメイン MC を担当するんですが、毎回 NMB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこのお二人です。はい、ピッピー、ピッピー、ピッピー、バックすると見せかけてユッピー。ありがとうございます。 NMB48 のお母さん、ユッピーこと山口ゆきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、みんなに愛の花を届けたい、アイカパーでレッツゴー。ありがとうございます。京都府出身、高校1年生15歳、アイカこと西村愛香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は N やな、チーム N が、ほんまやな、落ち着くメンバーですね。よろしくね、お願いします。はい、それでは今回のテーマはですね、はい、冬が好き、夏が好きです。おお、どっちが好き。ゆうきは、うん、めっちゃ冷え性やねんか、うんうんうん、でも夏でもちょっと体を温めるぐらい冷え性やねんけど、うんうん、それでも冬が好き。マジで。うん、ゆっぴってほんまに冷え性やな。そうやねん、NMB1 冷え性。そうで、うん、
なんか夏は、うん、体を温めると同時に冷やさなあかんねん、暑いから、うんうんうん、それが難しいから温めると、ああ、そう、なるほど、温めたら暑くなるやんか、うんうんうん、だからそれをいい感じの温度に調節するのが大変やから、すごい難しいことしてんな、そうやね、努力してます。でも私は冬じゃなくて、うん、夏が好きです、ね、夏っぽい顔してんもん。そうですか、うん、でも私冬生まれなんです。あ、そうなん。そうなんです、1月生まれなんで。そうなんよ。なんか夏やったら、うんうん、私結構外に出るのが好きなんで、うんうん、外で暑い時に遊びたい、うん、いいねいいね。いそうやんな、やっぱケイも遊びたいです。私嫌なこと言うけど冬はめっちゃ嫌いやねん。夏じゃないと無理、ほんま寒いから。ほんまに寒いの嫌い。でもね、これからは冬なんでね、またなんか楽しい冬過ごせたらいいね。そうですね、うん、はい、というわけで毎週この時間は NMB48 がお送りしています。 NMB48 の放課後ニュース、私たちへのメッセージの宛先はこちら、 nmb@kbs.ne.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。それではゆっぴからお知らせです。はい、 NMB48 劇場公演3周年を記念した公演曲 CD が来年2014年1月1日に発売されます。詳しくは NMB48 オフィシャルホームページをご覧ください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私ケイッチこと城西ケイト、山口ゆうきと西村愛佳がお送りしました。バイバーイ。それでは愛佳、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。 NMB48 でカモネギックス。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週のこの時間は滋賀県出身りーちゃんこと近藤里奈がメイン MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とケイチリポポの3人が交代でメイン MC を担当するんですが、毎回 NMB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこの2人です。高野ゆいです。お願いします。お願いします。はい、ゆっぴこと山口ゆきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今日も元気に行きましょう。はい。はい。それでは、あのね、メッセージが届いてるんで読みたいと思います。はい。はい、ラジオネーム、かつみのさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。初メールです。毎週楽しく聞いております。新曲のカモネギックス、なんか新鮮ですね。僕は NMB48 の曲で好きなのは、白組の星空のキャラバンです。落ち込んだ時によく聞いています。です。みんなは何をよく聞くよ、落ち込んだ時。NMB じゃなくても、うん、何でもいい。落ち込んだ時か。私は、うん、ゆずさん。あー。おー。ゆずさん、ね。もうどの曲とか選べないぐらい。なんかもう二人ともいい声、すごいよな、うん、なんかもうすごい。だって路上ライブから、そうそうそう、なんかあんなストレートに歌詞がいいですね。なんか元気でいいね。いいね。じゃあゆっぴはグリーンさんのあいうえ音楽っていう曲があって、あいうえ音楽、そう、なんかすごいいい曲なんですよ。なんか言葉でみんなつながってるよみたいな。で、その音楽がラインタウンっていうアニメのあの主題歌なんですけど、うん、めっちゃラインタウンのコニーちゃんが大好きで、私ウサギの、あ、わかるわかる、大好きで、もうずっと永遠に聴いてます。あ、なんかこの前買ってたよな、 iPhone ケース。そう、コニーちゃんのコニーちゃんにしてたよな。そう、買っちゃいました。聴いてください。はい、ぜひ聴いてください。まあちょっと私は、まあ、みんなわかってると思うんですけど、ワンダイレクショナル、まあこれはいつも言ってるんですけど、でもやっぱりこう大事なことをみんなに伝えるの忘れてました、私今まで。はい、はい、こうやって洋楽の英語の曲を聴いていって、うん、それだけじゃあかんねん。もう一つの携帯で、いつもよりリーちゃんが輝いてる。もう一つの携帯で日本語訳を調べとくねん。音楽を聴きながらそれを見ながら聴くねんか、うん、あ、歌詞を見ながらね、日本語の意味を理解しながらね。そうそう、洋楽の日本語の訳すると、うん、もう多分日本ではこんな歌歌ったら絶対に惹かれるやろっていうぐらい歌詞が、うん、そう、もうキザ、あ、なんかキザで、なるほどね、すごくて、だからなんか洋楽っていいなと思う。そういう楽しみ方もある、うん、そう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 、だからいろんな曲の
日本語訳見てる。ワンダイレクションに限らず最近は。英語もペラペラになるんじゃないですか。そう、楽しみですね。困っちゃうけど、まあ、はい。じゃあ皆さんもいろんなジャンルの音楽を聴いて元気を出しましょう。はい、はい。というわけで NMB48 がお送りしています。NMB48 の放課後ニュース。私たちへのメッセージの宛先はこちら nmb@kbs.ne.jp です。それではここで NMB48 からのお知らせです。ゆいぽんお願いします。はい。 NMB48 劇場公演3周年を記念した公演曲 CD が来年2014年1月1日に発売されます。詳しくは NMB48 オフィシャルホームページをご覧ください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース。お相手は私りーちゃんこと近藤里奈とゆいぽんこと高野ゆいとゆっぴこと山口ゆうきがお送りしました。バイバイ。それではゆっぴ曲紹介お願いします。はい、それでは聞いてください。NMB48 でカモネギックス。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は京都出身リポポこと小谷里穂がメイン MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とリーちゃんとケイチの3人が交代でメイン MC を担当するんですが、毎回 NMB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこの2人です。愛香こと西村愛香です。ゆきつんこと東ゆきです。イエーイ。では早速今回のテーマいきます。はい。じゃじゃん。ショックです。ショックやったことありますか。ショックやったことお、愛香ありますよ。私、うん、電車乗るときに、うん、定期とか、うん、改札通すやつを、うん、あるある使ったんですよ。それがなんかいろいろカバンを漁ってたら、落ちてしまって、うん、落ちたところが、線路のところに、下に落ちてしまって、もうその時めっちゃショックでしたね。どうなったんそれ。それは優しいおじさんが、ガムテープで、ピッて取ってくれて。え、ガムテープなんか優しいおじさん何者や。駅員さんじゃなくて。あ、そう、駅員さん。びっくりした。普通のおじさんがガムテープでピョッて取ってくれて。駅員さんがなんか、取ってくれました。よかったな。めっちゃびっくりしました。もう今でも使ってる？その定期は。もうなんかもう使ってない。ピッてする方にした。ああ、カードの方ね。そうです、そうです。あれ便利やな。便利ですね。一緒一緒、あれ使ってます。じゃあ、ゆきゆきはある？私はね、ショックな出来事ですか？うん、話？なんかあるかな？じゃあもう、そんなにですね。いいよ、なんでも。好きなこと言って。好きなこと？ショックなことじゃなくていいよ。ショックなことじゃなくてもいいですか？うん、あ、でも、うん、今日、うん、私電車までバスなんですよ、うん、でバスの定期にそのお金を入れるじゃないですか、うん、その時に5000冊を通そうと思ったらなかなか通らなくて、うん、でもう1枚の5000冊通しても通らなくて、うんうん、結局1000冊を5枚通したんですよ、うん、そしたら電車に間に合わなかったっていう。あ、それ多分なあれやで、私の経験上からいくとそこのやつは1000冊しか入らへんやつやで。あ、あんねんそういうやつが。マジですか。そうそう、それはだからゆきゆきがちゃんと読んでないから悪い。読めないですね。これから。なるほど。電車気をつけていこう。気をつけていきましょう。はい、はい、そんな感じで NMB48 がお送りしています。 NMB48 の放課後ニュース。私たちへのメッセージの宛先はこちら nmb@kbs.ne.jp です。それではここで NMB48 からのお知らせです。愛花お願いします。はい。NMB48 劇場公演3周年を記念した公演曲 CD が来年2014年1月1日に発売されます。詳しくは NMB48 オフィシャルホームページをご覧ください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース。お相手は私、リポポこと小谷里穂と西村愛香と東ゆきがお送りしました。バイバイ。バイバイ。ではゆきゆき曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。 NAB48 でカモネギックス。祇園ラジオ KBS 京都がお送りしています。